お前は誰だ。私は皆様の担当試験官、レロローと申します。思ったよりも通過者が多いので、ちょっと間引かせてもらいますね。間引き？その通り。神の水は塔の力の源。我々が呼吸できるのもこの水のおかげ。塔の中では皆この水を使い戦う。神の水の力に屈せず、この壁を通れたチームはテスト合格。それ以外は不合格。チームだって？じゃあ一人でも通れなかった場合は？脱落です。めちゃくちゃだ！塔を登るために最も必要なもの、それは、運です。ん？僕、なぜか跳ね飛ばされなくて。ごめんなさい。今外に出ます。いえ、あなたは合格です。え？手違いかもしれないですが、それもまた運です。なんだって！さすが俺の黒い亀だ。手違いなんてありえない。隣にいた俺とワニが飛ばされたのに。怪物が来たな。暇つぶしに賭けをしませんか？え？誰が最初に神の水の壁をすり抜けてくるかを当てるんです。じゃあ私はボブヘアの子で。あの緑の子にします。あれ、一緒ですね。あの子を選ぶ理由でも？直感です。マジかよ。引き分けですね。はい。塔は3つの地域に分けられます。居住地域である街塔、選別者だけが登ることができる今我々がいる内塔、そしてその2つをつなぐ中間地域。あなたのような低レベルな人間がいるからこんなテストが必要なのよ。はあ？いい？この塔は私のような選ばれた女性が。選ばれた。なぜかしら。おかしい、おかしいわね。こんなバカに負けてたまるか。うるさい、このおっさんが黙って。つまりヘドン様に選別されず、自らの力で塔に入り込んだ人間が非選別者なのです。どうされましたか？僕に塔を登る資格があるんでしょうか？なければ立ち止まる時が来る。あなたが望んだ居場所に、あなたが求めるものがありますように。そろそろ行くか。だな。どうした青い髪。うっせえよ。夜クンさん、ラークさん。頂上まで駆け抜けるよ。イエーイ。うるさい。